そうし。すちさん。あ、はい、皆さんどうも、こんにちは。すみません、ちょっと時間が遅れましたけど、あの、市役所からですね、今、杉野団地の、杉野ナースの家に、あの、駆けつけてきました。入管橋の政策局の競争推進課の関口です。今日はですね、あの、2月1日から始まったですね、あの、明日を開く、あの、横浜会議の第3弾ということでですね、横浜会議ですね、本当にあの、若い人たちやですね、子供たちと一緒に新しい横浜を作っていこうということで、横浜市も自らですね、子供子育てをど真ん中にある町を作ろうということで始まった、あの、会議なんですけども、本当に公民連携でですね、いろんな民間の方々と一緒になってですね、あの、取り組みを進めてます。で、今日は、あの、青葉区、あの、杉野団地にある、あの、ナースの家の、あの、横浜さんですね、それから、あの、杉野リビングラボの小柴さん。小柴さんですよね、2月1日の第1回に出ていただいて、まあ、2月1日は横浜駅東口からだったんですけども、もうまさに地元の杉野から、あの、こうやってご登壇いただけるということと、あと、横浜市会議員のですね、田中幸先生が、来ていますね、そして何よりですね、あの、桐蔭学園のですね、あの、若者たちがですね、今日参加していただいていて、あの、ハッカソンですね、我々実はですね、あの、今度の、その、2月の16日に視聴者が集めるので、介護ハッカソンの、まあ、中間発表会をやるんですけども、桐蔭学園さんもですね、今年初めて参加していただけるということで、まあ、今日はですね、そのハッカソンに向けてのアイデアをですね、皆さんで練っていたという、あの、現場にですね、あの、話を聞く前に、ここのあのナースの家って、まあ、どんなところなんだろうかっていうことで、代表のですね、横山さんの方から少しそのナースの家のご紹介をしていただければと思うんですけども、横山さんよろしいでしょうか。じゃあこちらに来ていただいて。はい、こんにちは。こんにちは。よろしいですかね。はい、こんにちは。株式会社パーソナルナースで、ここは、ナースの家が運営します町の保健室というところです。この町の保健室は何をするかと言いますと、私たち看護師なものですから、この地域の健康づくりに寄与したいということで、皆さんが気軽に体のこと、体だけじゃなくても、なんか楽しむ場所がないかしらとかっていうことのご意見を受けて、ここに町の保健室というものを建てました。昨年の4月から、開設をして、あともう少しで1年になろうかというところですけれども、毎月大体100名以上の方が、ここに来ていただいて、いろんなお話をしたり、あとサークル活動をしたりとか、スマホ教室、体操教室等も行っています。で、その中で今回は、桐蔭学園さんの学生さんのお力を借りて、この地域をさらに盛り上げようということですので、私もワクワクしているところです。はい、どうぞ引き続きよろしくお願いしたいと思います。はい、わかりました。やっぱり、こちらの方ですね、素晴らしい説明だと思ってしまったんですけど、やっぱり、こちらの方のナースの家で、桐蔭学園さんと一緒になって、まあ、介護ハッカソンというかですね、やはりまあ、杉野団地の、まあ、ご高齢の方々に対して、まあ、ケアの仕組みを新たに作っていこうというふうに思われたきっかけというのはどういったところですか？そうですね、私ってやっぱりこの地域を支えるって医療者だけではない、うん、ある特定の人だけじゃない、うん、若い人の力も、全部こうひっくるめてが地域だと思うんですね。今私たちの業界では地域包括ケアなんて言われているんですけれども、これは医療者、介護者だけではなくて、やはりそこに住んでいる人で、そこには学生さんもいらっしゃるし、本当に地域住民も含めて全員が一緒になって作っていかなければならないというふうに感じたのがきっかけになっています。はい、なるほど。やっぱりその地域包括ケア、横浜市いろんな地域でやってるんですけども、やっぱりどうしてもですね、なかなか若い方々の参加が難しいということで、ただこちらの杉野団地もね、桐蔭学園さんが非常に前々から近くにあって、まあ、今回また積極的にですね、より一歩踏み出して参加いただけるということで、
これすごいありがたいことですよ、ね。はい、感謝しております。じゃあ早速ですね、今日参加されている桐蔭学園のですね、若者たちにご紹介をしていきたいと思うんですけども、じゃあどうぞこちらに来ていただきまして。桐蔭横浜大学3年小島健です。よろしくお願いします。すごいのって入念な打ち合わせがあって、まあ、そこから話が始まったりするのが普通の当たり前の、まあ、行政の仕事なんですけど、明日を作る予防がいいですね、いきなり今日やりましょうみたいな話になってですね、まあ、こうやっていきなりやってきてですね、皆さんのですね、生の声を本音をですね飾らずに話していただくっていう、なかなかドッキリカメラで見られてですね、大変ご迷惑かけてるんですけど、でもすごくいいですよね、こうやってね、若い方々がね、こういう場に来て、どんな、ね、取り組みを始めてるか、はい、僕自身、去年からちょっと高齢者講座として、うん、ゼミの4年生の先輩と一緒にちょっと連れてってもらって、いろんな検査というか、やってたんですけど、体操とかを。で、その時、後でちょっと発表でも言うんですけど、うん、その時にやっぱ世代間の縦の交流って、すごいお互いにメリットがある行動だなって思いまして、うん、で、そういった行動を今回の発表で、まあ、来年度から始める活動でも取り入れていけたらなって思っています。おいいですね。これさすが何の打ち合わせもなしになんかすごくいいこと言ってくれますね。これあれですよね、今度のね、2月の16日に向けて、これ実は急遽ですね、はい、この取り組みをね開始していただいたんですよね。いつぐらいから始めたんでしたっけ。去年の12月ぐらいから話が出てきて、1月急ピッチでやるみたいな感じがそうですかね。約1ヶ月でもう皆さんもお正月の返上しね、ここまでまとめ上げてくださったという感じですかね。十分に準備で、じゃあいよいよですね、少しじゃあどんなことを皆さんで考えたのかみたいなところを発表していただこうと思うんですけども、今日は先生方も来てくださってますよね。あと一緒にやってる仲間のね、先生もいるので、もしよろしければですね、先生方とね、学生さんもちょっとこちらに来ていただいて、ちょっと自己紹介をしていただいた上で、ちょっと発表していただければなと思うんですけれども、じゃあ、よろしいでしょうか。はい、じゃあ、どうぞ。桐蔭横浜大学の小山と申します。よろしくお願いします。ちなみに小山先生はどんな教科というか科目を教えてらっしゃったんですか。はい、私は高齢者の健康づくりっていうところが一つキーワードとして挙げてまして、まあ、高齢者が、まあ、どういう運動をすれば、まあ、体の機能であったりとか、あと認知機能っていったものが、まあ、維持あるいは向上できるのかっていうところを専門としてます。でなかなかやはり個人で頑張るっていうのはなかなか難しいところがあるので、まあ、そこをサポートできるように、で今回そういったサポートっていうところで、まあ、地域と一緒に、そういった仕組みを作れるといいかなというふうに感じております。確かにこれから高齢者の健康づくりって考えたら、やっぱり大学のキャンパスの中にいるだけじゃなくて、やっぱ地域そのものを一つのキャンパスに立てて地元の方々と一緒にやっぱりやっていくって絶対大事ですよね。そうですね。特に大学のやはり近辺で、まあ、こういった活動ができるというのはすごくありがたいなというふうに思っています。そうですよね、まあ、その成果がですね、今日の発表にまた結びついたということですかね。1ヶ月かけて、これがまた来年度もやっていくことになると思うんですけども、はい、ね、今日そういった楽しみですね。はい、ね、あ、じゃあ金子さん。桐蔭横浜大学2年生の堀田昌司です。よろしくお願いいたします。まだゼミに入ってなかったんですよね。まだゼミに入ってないです。もうゼミに入る前から活動してるっていう、やっぱりどういうきっかけでこういった活動に入ろうと思ったんですかね。元の人たちと一緒になって、僕に至る時に、その企画や将来的に企画や運営に携わりたいということを話していて、そのゼミの語学が終わった時に、その小山先生からご連絡いただいて、その今からこういう企画するんですけど、どうみたいな感じで、
誘われたので、じゃあ、自分もやってみたかったので、じゃあ参加したいなっていうのが思いました。まあ、将来の仕事として、企画や運営の、まあ、仕事に携わりたいと。はい、まあ、こういうイベントとかですね、その事業をやっぱりクリエイティブに作り上げる仕事をやりたいと言ったときに、はい、まあ、そうですよね。これからのこういった企画や運営ってものを作り上げていくっていうのは、誰か一人だったとか、誰か一つの組織だけでできず、いろんな人とこうやって対話を重ねたり、議論したり、まあ、今回のアイデアソン、ハッカーソンもそうですけど、一緒に共に手を動かして、まあ、作っていくことで初めて成り立つっていうことがもう世界の常識になってるんで、まあ、そういう意味では作ったことを体験する、まあ、いい機会かなっていうところで、最初の段階からまだゼミ入るまでから参加してる、すごい心強いですね。今日の発表にも、あれですね、いよいよアイデアを出して、ね。あ、まあ、そうですね。ね、一緒になってね、はい、活動してきたということで、じゃあ、その発表をいよいよ聞かせていただければというふうに思います。よろしくお願いします。ここ座っちゃっていいですか？あ、どうぞです。続き、三岡大学3年小島が発表させていただきます。ちょっと担当者がちょっと書いてしまったので、ぎこちない説明になる。早速、スライド1枚目からなんですが、こっちいいですかね。これじゃあ1枚目の分かりぐらい、分かりづらさいいですね。じゃあまず最初1枚目、これに関してはまだちょっとタイトルを決めてなくて、ちょっとすすきの若返り大作戦っていうちょっとダサい名前にさせてもらいました。はい。まあこの作戦が名前で決まったわけじゃないんですけど、まあこういったことをやっていきたいというのを今から出していきたいと思います。はい、次のスライドお願いします。あ、そうなんですね。すみません、次のスライドお願いします。結構こういうことがですね、よくあるんです、ね、企画ですよね。みんなそれぞれのボランティアで、手弁当になってるのですね、なかなかやっぱりちょっと待っていただいて、今、杉浦さんの方がですかね、出してやってるみたいですね。若返り、私たちには響きます。あ、本当ですか。よかったです。もっとなんか横文字入れたい感じ？そういうわけじゃなくて、ちょっとまだ全然今日の発表、さっき決めたくて、もう勇気あるから決めてくれた。伝わるよね、伝わる。すごいストレートに伝わってきますからね。うん、もう子供からね、みんな。ありませんね。好きな人。じゃあこの作戦名でいきたいと思います。16日はぜひやらせていただきたい。いいですよね。戦闘の飲み、じゃあもう共有ちょっとやってみます。はい、はい、
はい、まずあの何にも知らない状態で、はい、とりあえず高齢者の青学での活動に参加させてもらって、それで交流を深めさせてもらいました。認知機能とかもこのあれをしたり、あとは朝から出す SC テストっていうものをやったりして、うん、こういろいろやってました。なるほど、その結果こういう形でまとまったって感じなんですかね。そうですね、今日発表するストライドまでちょっと完成してるかって言われるとちょっと怪しいんですけども、今日の段階でまとめたものがこれ食べてるというですね。はい、じゃあ大丈夫そうですね。いけそうですか。はい、いけます。あ、これですか。じゃあ2枚目のスライドお願いします。はい、はい、配信して。あ、すいません、ありがとうございます。じゃあ2枚目のスライドいきます。こっち映ってればいいですか。はい、わ、はいはい、かりました。すいません、じゃあちょっと皆さんに見えてない状態なんですけど、まず4つのポイントに分けて、本日の内容を説明したいと思います。まず1つ目が認知機能や運動機能の現状と問題、2つ目がこれまでの取り組み、青バックとの連携事業、3つ目がフィールド、今回では青バックススキの団地について調べてきたこと、4つ目が今後の取り組みについて発表していきたいと思います。次のスライドお願いします。これがあれですね、ライブ。あ、あります。長寿の町青葉区と言われているように、青葉区は、国内の中でもとても高い年齢、長寿の町と言われる、まさにあれがあります。日本、男性の長寿の年齢のあれが日本一になっているとありますね。で、青葉区では、現在2020年度では、高齢化率が、全国に比べて少しだけ低い状態にあります。ですけど、このまま2040年になると、高齢化率が全国や横浜市に比べて少しですが高くなっていくことが分かっています。次のスライドお願いします。どうぞ。介護が必要になる主な原因が主な原因です。急激な高齢化に伴う認知症患者数の増加です。要介護の原因の第1位であるのが認知症であり、2025年には認知症が5人に1人が発症。認知機能の低下は40代から始まっていることが、可能性が分かっている。が、ほのめかされています。世界規模では3秒に1人、1000万人、あ、間違えた。3秒に1人が新たに認知症を発症していることが分かっています。それでは、います。ありがとうございます。ちょっとグラフが今ここに出てないので、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、運動器の障害、介護が必要になる、また別の原因として、運動器の障害が原因として挙げられています。関節疾患、骨折転倒、高齢による衰弱。運動器というのは骨や関節、筋肉、神経など、こういったものが原因で介護が必要になるということも例として挙げられています。で、運動器の障害が原因で、そこからフレイル、ロコモティブシンドローム、サルコペニアなどの病気を誘発してしまう可能性があります。20秒以上の片足バランスが取れないと脳血管疾患や認知機能低下のリスクが高まります。運動機能の低下が認知機能とも関連していることが分かりました。次のスライドお願いします。はい、そうですね。ありがとうございます。次に、認知機能と運動機能の低下の可逆性について説明したいと思います。加齢や生活習慣によって、要介護が近づくことがあります。適切な介入によって、例えば、どんどんこう介護が必要になってくる段階を、その介護が必要になる前段階で維持したり、少しだったら状況を改善して戻したりすることができます。ですが、基本的には、
かなりちょっと難しい、戻すというのはかなり難しいことなので、それで我々は中年期を対象とした予防としての体づくり、早期発見、早期予防が大切だと感じました。次のスライドお願いします。これを受けて私たちは、心と体の健康調査を行いました。去年度に高齢者に向けて、先ほども話したんですが、高齢者に向けて、講座を開いたりするなどして、測定と運動と講義の3つの観点で講座を開きました。自身の現状を知って知識を身につけて実践してもらうことを目標にしています。次のスライドお願いします。はい、すいません、ありがとうございます。これらの活動の目的です。青葉区民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小、あと社会生活を営むために大切な機能の維持及び向上に寄与することを目標としています。で、我々が行ったことが大きく分けて3つあります。去年、まず1つ目がアンケートの調査、全国に送るアンケートと青葉区に分けるアンケートが2つ目です。で、あと最後に対面調査を行いました。対面調査では実際に学生が高齢者があったりして、認知機能のチェック、そして運動機能のチェックを行いました。次のスライドお願いします。お願いします。まず認知機能の方から、対面調査の認知機能チェックでは SC テストというテストを行いました。早期の認知機能の低下を発見することを目的とし開発された簡単なテストです。3分間で指定された図形の色と形が異なる図形を選択し、点数をつけ50点満点で評価します。ちょっとこのテストの説明をしたいんですけど、ちょっとここに出てないんですよ。例えば今配信してる人は見えると思うんですが、一番左の赤い三角形があります。この赤い三角形と色と形が違うものを選ぶのがこのテストのやり方となります。で、今この下についている丸がついている図形、この図形が正解、丸をつけてそしたら正解だったという答えになります。で、例えばこの赤い星とかを選んでしまうと形は違いますが色が一緒なのでバスとなります。これが C ですになります。次のスライドお願いします。次に運動機能のチェックの下肢筋力、下半身の筋力についてやりました。椅子から立ち上がり動作を3回連続で行い、下肢筋力をチェックします。椅子から立ち上がるという日常生活の動作を用いているので簡単に評価が可能です。このテストでは椅子から立ち上がるという動作を体重計の上に乗ってやってもらいます。で、配信の方には今グラフが出ているんですが、このグラフがこの立ち上がった時に自分の体重の何倍の力を床にかけられているかというのが評価基準になります。次のスライドお願いします。ありがとうございます。次にバランス能力の方の運動機能のチェックになります。30秒間の海岸片脚立ちを行い、バランス能力の、体のふらつきをチェックしました。日常生活動作を用いて簡単に評価が可能です。この種目では特殊な台に乗ってもらって、その上に立ってこうどれだけこう体が揺れているかっていうのを評価します。体の揺れが低ければ低いほどいいとされています。じゃあ次のスライドお願いします。ありがとうございます。認知機能の結果です。認知機能は、70代からグラフから見てわかるんですが、まず50点中40点未満の人は認知機能の低下が始まっている状態になります。次に C テストの50点から20点未満、50点満点から20点未満の人は認知機能の低下が進んでいる状態になります。で、グラフを見てもらうとわかるのですが、70代から認知機能が急激に低下していることが分かります。こちらは
これはグラフに関係ないんですが、75歳から79歳、約 10.4% の認知症有病率は、70歳から74歳に比べて約3倍増加されています。なので、75歳から79歳の70代の後半の方が、有病率が高いということになります。次のスライドお願いします。ございます。運動機能の結果です。続いて運動機能の結果になります。下肢筋力の年代間比較では、60代と80代で下肢筋力が急激に低下していることがわかります。続いて、バランス能力の年代間比較でも、60代以降からバランス能力が加齢に伴い低下していくことがわかります。これらのことから、下肢能力とバランス能力はどちらも60代から低下していることがわかります。次のスライドお願いします。ありがとうございます。続いて、世代間交流の重要性になります。施設の方々から、その学生が参加してくれると、いつもの活動よりももっと参加者が積極的になってくれるといった意見をいただきました。で、学生側からの意見としては、普段から関わる機会が少ない世代の方と交流ができ、両者にメリットがある。といった意見になりました。参加者間の交流はもちろんのこと、世代間交流で新たな刺激をお互いにメリットがある活動であることが分かりました。次のスライドお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ですが、今回の活動で分かったことが一つあって、男性の参加者がかなり少ないことになります。参加者が149名いたんですが、その中で男性は35名、女性は114名となりました。これは、この講座だけでなく、他の講座でも当てはまることだと言っていました。男性は女性よりも付き合いが少なく、孤独死のリスクは圧倒的に高いです。女性よりも男性が孤独に陥りやすいことがわかります。なので、今後は、今年は男性が参加したくなるような仕組みも考えていくという方向性になりました。次のスライドお願いします。ありがとうございます。じゃあ今後の方向性について、これらのことを受けて、今後の方向性として、まず健康に関しては認知機能や運動機能のアプローチを行っていく。参加者間の交流や世代間の交流が生まれる空間。大学生側から、その今回のように、自分たちからこうどういったことをしていけばいいかというのを考えてアクションを起こしていくということが大切だと思いました。で、次に新しい体験による脳の活性化。で、男性が参加しやすいプログラム。このようなことを念頭に入れて、これからやる活動をしていきたいと思っています。で、これらのことから、来年のこうスローガンではないですけど、目標としてこう縦のつながりを作る。例えば学生側からも、縦にこう上の年代に行く、上の年代の方からも下の年代にこうつながっていけるような、そういったなんか機会作りをできるような場を作れればいいかなと思っています。次のスライドお願いします。ありがとうございます。次にすすきの団地フィールドの紹介になります。すすきの団地は昭和49年に分譲を開始した820棟を含む大規模な集合団地となります。高齢化率は青葉区が 21.9% に対して、団地を含むすすきのエリアは 46.6% となります。これらのことから、住民の高齢化と建物設備の高経年化が挙げられます。で、今回活動して、今ちょっとこっちの画像にはあるんですけど、町の保健室を貸していただいて、今回は活動していくということになっています。じゃあ次のスライドお願いします。ありがとうございます。ではここからは今後の取り組みになります。私たちが考えた取り組みは大きく分けて2つになります。1つが VR 技術を取り入れた健康づくり。そして二つ目が健康麻雀となります。
じゃあ次のスライドお願いします。ありがとうございます。VR、バーチャルリアリティと言われる技術ですね。日本語では仮想現実とも呼ばれ、コンピューターによって作られた仮想的空間などを用いて現実であるかのような疑似体験ができるものとなります。次のスライドお願いします。活用事例になります。活用事例として、主なものとして医療、不動産、観光、研修、トレーニング、ゲームなど様々なものに VR は使われています。次のスライドお願いします。特にそうですね、ゲームとかはもう皆さん分かってると思うんですけど、意外なところで言うと不動産とかは内見を、じゃあ今コロナとかでできないってなった時に VR 技術を用いて実際にいるように感じられるとなっています。ありがとうございます。続いてメリットです。上半身のみで行えるソフトが多く、椅子に座って行うことができます。下肢に負担をかけないで運動を行うことが可能です。あと運動に対する意欲の向上が挙げられます。次のスライドお願いします。先ほど町の保健室でちょっと歩くウォーキングを江ノ島とかで疑似体験ができるっていうちょっとやらせてもらったんですけど、これも似たような感じですごい歩くのが楽しいなと思ったので、こういったのも、VR と似たようなところがあるのかなと思います。ありがとうございます。次は運動に対する意欲の向上についてです。新潟医学福祉大学では、若年層男女6名ずつの12名に対して10分間の VR 下で運動を行った結果、元気な気分を高められ、運動に対して前向きポジティブになったと示しています。次のスライドお願いします。ありがとうございます。続いてソフトです。VR はゲームみたいなものなんですけど、VR の、ゴーグルと一緒にソフトという何かをやるか決めるものがあるんですが、それに対して、映像を見てもらうと分かるんですが、ビートセーバーというソフトを使いたいと思っています。ビートセーバーのビートは、この音楽とかのビートのビート。で、セーバーっていうのはこの刀とか剣とかの意味合いのセーバーになっています。プレイヤーは2本の剣を持っていて、その剣を画面前方から流れてくるキューブを音楽に合わせて切っていきます。ちょっと分かりづらいんですけど、例えば、この VR などでもう自分が存在しているとして、この前からこう、音楽の玉みたいなのが飛んでくるんですね。音楽に合わせてこうやってズンチャズンチャみたいな。それをリズムに合わせてこうやってバン、バン、バンってこう体全体で太鼓の達人みたいなのをやるみたいな。そういったゲームになります。そうですね。で、しかも、次のスライドお願いします。しかも、このゲームは、ちょっと、特殊なんですけど、他の対戦、5人同時対戦ができるといったゲームなので、1人でこう VR をやっちゃうと、ちょっと、孤立またしちゃうみたいな感じの心配があったので、みんなでやれるようなゲームを選んだので、それで協力プレイだったり、対戦だったりをしていきたいなと思っています。ありがとうございます。次に、期待される効果です。聞く、見る、動くといった複雑な動作を同時に行うため、マルチタスク性能、同時に何かを行う性能が向上し、脳の活性化につながります。また、体を大きく動かすため、運動にもなります。次のスライドお願いします。結構これやると汗かくんですよね、僕とかも。一回ちょっと僕も実際持ってるわけじゃなくて、ちょっとやる機会、東京ゲームショーとかの時のあれなんですけど、すごい、こう、やっぱ、つけるので、ヘルメットみたいなのを、それでもすごい汗かきますし、結構いい運動になると思います。ありがとうございます。当日の進め方です。9人から12人で3人でチームに分かれてもらいます。そこに学生を1人ずつグループに振り分けていきたいと思っています。グループの中で、先方、受方、中堅、大将を決め、各グループで決めた順番通りに対戦をし、スコアを競ってもらいます。プレイを待っている間は、他の人のプレイを、例えばそこで座ってやっているとしたら、この画面に映し出せるんですね。その人が見てる景色を。なので、それを見て応援してもらったり、どうやればいいか先に予習してもらったり、などしてもらおうと思っています。で、ただちょっと座ってる運動ですので、たまにこの下肢のレジスタンス運動、体操的なものを、下半身を
動かす体操をしてもらおうと思っています。次のスライドお願いします。で、一応今ここで回線にしたんですけど、もしかしたらちょっと別の形に変わってしまうかもしれないっていう、ちょっとまだ検証が足りなくて、その辺はまた考えていきたいと思っています。ありがとうございます。注意事項です。激しく上半身を動かすため、プレイ前とプレイ後に体をよくほぐす、これが大事だと思っています。あと気分が悪くなったりする人や体に支障が出る人がちょっと慣れていないと画面酔い等もあるので、そこを注意していくっていうのが大切だと思っています。次のスライドお願いします。これで VR は以上になります。次は健康麻雀について話したいと思います。ちょっとこっちだと映っちゃってると思うんですけど、生きがいや娯楽、例えあとは健全な環境、そして認知症うつ病の予防で、世代を問わない交流、これらを、これは僕がちょっと考えて企画なんで、ちょっと熱入っちゃうんですけど、さっきのようにですけど、これらを統合して楽しめるのは何かないかと思いまして、そしたらこう出てきたのが健康麻雀というジャンルの麻雀になります。次のスライドお願いします。すいません、ありがとうございます。健康麻雀、まあ、まず麻雀が高齢者に及ぼす影響についてです。麻雀は高齢者への娯楽の提供としての側面が一つ、プレイヤー数が多いことも鑑みてです。でもう一つは認知症うつ病の予防になるといった点で、私は麻雀をしています。次のスライドお願いします。ありがとうございます。高齢者の娯楽として、麻雀の特徴である、例えば運をはじめとしたハプニング性、プレイヤーはそういったハプニング性からドキドキ感やワクワク感を味わうことができます。麻雀そのもの以外にも他のプレイヤーとの、例えばもうポンするだとかカンするだとかで絶対的に会話が生まれたり、それでローンすんのかよみたいな、そういった会話が生まれるので、そういったことから他のプレイヤーとの会話や交流が強制的に生まれるぐらいのあれだと思っています。必要があると思っています。で、このことから充実した老後生活にとても役に立つのではないかと思っています。次のスライドお願いします。ちなみにこれをやるときには学生みんなに麻雀を教え込もうと思っているので、僕がちょっとやりたいだけっていうのもあるんですけどありがとうございます。次に認知症うつ病の予防の観点についての説明です。麻雀は次に起こることの期待とポジティブな、次に起こることの期待がポジティブな感性が湧くとされ、脳内が活性化すると言われています。麻雀は手持ちの牌が数十種類もある中で、役上がるための役を揃えるために計算をしたり作戦を立てたりするので、深い思考力と計算力を要するゲームです。そこからうつ病と認知症リスクの軽減につながるのではないかと私は考えています。次のお願いします。あ、すいません、次の次でお願いします。ここで健康麻雀とはなんですけど、これしか書いてないんで、ここ、ありがとうございます。健康麻雀とは、ちょっと見てもらってないんでちょっと分かりづらいかもしれないんですが、まず健康麻雀っていうのはまずノーレート、まあ本当にかけるのって本当は普段から禁止なんですけど、だ僕のおじいちゃんとかはそうだったんですけど、こうタンスの中からいろいろかけた形跡のあるメモとかいっぱい出てくるわけなんですよ。だからそういった不健全なことを取っ払って、はい、ノーレートであること。で、次に雀荘とかだと喫煙家だったりするのが多いと思うんですね。ですけど健康麻雀では喫煙は基本なしで、禁煙の場で、あと飲酒もなしでやっていければなと思っています。これをこの3つの性質を備えたものを一般的に健康麻雀と呼びます。次のスライドお願いします。あの、続いて通常の麻雀とじゃあ健康麻雀比較について話していきたいと思います。通常の麻雀は基本行う場は雀荘です。なので喫煙が可能だったり、まあ、健全な環境とは言い難いのかなと思います。飲酒も可能ですし、で、あとは勝敗や実力の差を気にする人も多くいらっしゃると思います。勝ちに来てる人もいっぱいいると思うので、ちょっと雰囲気が悪くなったりだとか、そういった意味でマイナスの意味があると思います。じゃあ続いて健康麻雀について、飲酒や喫煙の禁止によって
健康な環境でのアジャイルが楽しめる。でもし雀荘に行くのがネックで、だけどやる人が他にいないという方がいたら、とてもぴったりな場になると思うんですね。で続いて、通常のマージャンよりも勝つことを重視しないため、コミュニケーション幅が広まりやすいです。ちょっともしかしたらまあ中にはちょっと勝ちたいなって人もいるかもしれないんですが、基本的にこうカジュアルな場でやっていきたいと思っているので、こういったコミュニケーションを広げる方を重視していきたいと思っています。次のスライドお願いします。ありがとうございます。続いて前例の紹介です。実は健康マージャンにもちょっと前例がありまして、デイサービスラスベガスといったデイサービス施設があるんですね。はい、すごいです。ここすごいんですよね、本当に。ゲーミング要素を取り入れた施設であって、他にも健康マージャンの他にもトランプゲームだとか、トランプゲームだとか、あとはなんか他になんかパチンコのみたいなのがありまして調べていると、僕もびっくりしたんですけど、そういった施設を用いたレクリエーションの実施を行っています。で、あとは、次のお願いします。運動とレクリエーションの提供を両立させている施設としてすごいなと思いました、僕も純粋に。で、僕も実際に、もしじゃあ麻雀のルールを知らない人っていうのも多いじゃないですか。そういった方が多い日には、また麻雀じゃなくて、トランプの何かゲームをしたりだったり、例えばブラックジャックっていう結構簡単なゲームがあるんですけど、ああいうのをやったりして、こういけたらなと思っています。ありがとうございます。最後に、その実際に行うとしたらの、一日の流れになります。挨拶、企画の説明、グループ分けをまず最初に行います。グループ分けというのは、ルールを知っているか、知っていないかで分けようと思っています。で、実際にやるとしたら、例えばこの壁に、こう、大きい役の一覧表みたいなのを貼らせていただいて、そこで、まあ、実際に見ながら、流れは結構簡単なので、実際に見ながらやってもらったり、っていうのを考えています。で、ルールを知っているサイドに関しては、他の学生とかも、卓に対して一人学生を入れたりして、なんならもう相手の方が上手いと思うので知ってたら、歴が長くて教えてもらいながらだとか、そういう交流を楽しんでもらいたいと思っています。で、さすがにちょっとずっと座って麻雀をやり続けるっていうのは不健康なので、間に立ち上がって体操を行ったり、あとは、まあそうですね、知らない人がいたら、多かったら別の人に変えてみたり、他のボードゲームにしたりなどをしようと思っています。以上で、我々の企画の説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。これはなんか調査対策ですね。ありがとうございます。ね、調査活動の分析が始まってね、去年はそういう実証実験をしたんですね。そうですね、先輩方がやってくれたのが ね、はい、で、それを引き受けて、引き継いで、まあ、課題、はい、例えば、脱線者少ないとか、とか、よく前、まあ、これからね、こちらのマシンオーケースでやっていこうということで、確かに、VR とか、はい、健康麻雀、割と男性がすごく参加しやすいですよね。で、やっぱり、縦のつながりってことをすごく重視されてるなと。特に、麻雀って、はい、僕は全然やらないんですけど、僕らの世代より上の世代ってすごいやってると思うんですよ。必ず高年の方って、あと小芝さんにも話したい、聞きたいと思うんですけど、まあやってますよね、麻雀はね。もう麻雀はやってるんで、それで、きっと若い人たちは、でも、あなたはすごい特殊な人だなすごいなと思って、麻雀やってるみたいな、おじいちゃんがよくやってたんですか？あ、そうですね。始まりは、おじいちゃんちの机裏側ですと麻雀台になってて、そこで遊びですけど、麻雀をやってみたりっていうのが始まりでした。いや、そしたらハマったというか面白いですよね。でもこれが意外で、オンライン麻雀とか今ゲームとしてあったりして、結構若い人でもルールしてる人が多いんですよね。やってるんですね。だとするとまさにご高齢の方も若者たちも一緒にできる、はい、ゲームじゃないかっていうことで。と思ってます、僕は。ね、それはなかなかいい企画だなと。ありがとうございます。聞いて思ったんですけども、はい、で、ま、16日の日に、はい、ぜひね、はい、皆さんの前で発表していただきたいなと思いますし、今これはアーカイブとして撮ってあるんで、はい、ね、これを拡散しながら、仲間をね、増やしていきたいなっていうふうに、思ってるんですけども、これ、小芝さん、いかがですかね。今、男性でね、リビングダブルやってる参加者として、今の発表を聞いて。
あ、すすきの団地の、一般社団法人団地暮らしの競争の小芝です。今の健康麻雀の話聞いててですね、僕もびっくりしたんですけど、実は自治会長も私今やってまして、やっぱりこの地域で麻雀やられる方多いんですよ。あ、そうなんですか。はい、でね、このコロナでやっぱりちょっとこうそういう活動の場がなくなっちゃって、でそれをですね、まあ、ちょっと、集会場の団地の集会場の活用も考えてですね、ちょっと麻雀をやろうかっていうのをちょっと考えてたところで、今レク部っていうのを立ち上げてですね、うちらで今度麻雀パイと卓を安いのをアマゾンで買ってですね、ちょっと、参加したいっていう方をこれから集めようと思ってたところなので、まさにジャストタイミング。本当そうですね、グッドタイミングですね。ぜひね、来ていただいて、一緒にできるといいかなっていうふうに聞いてて思いました。大変嬉しい話ですね。はい、そうですよね。このナースの家とね、自治会と、それから鳥ヶ県さんがね、コラボして、そうですね、スキムランチ全体でこういう健康麻雀の部分が起こってくると、それこそ社会間交流、縦のつなぎが街全体でできてきますよね。なんかすごく本当にジャストタイミング、グッドタイミングだなって、はい、思うんですけど、はい、どうですか、今。ここまで狙ったつもりとかじゃなくて、なんなら、去年検査して、じゃあ、僕の代になったし、ちょっと楽しいことをやろうかな、みたいな。で、楽しいことといえば、麻雀だみたいな感じで、僕の勢いで押し切ったみたいな企画ですので、あれなんですけど、ここまで称賛されると思ってなかったので、困惑します、ちょっと。いやでもやっぱりいいアイデアだと思いますよね。麻雀っていうやっぱり奥が深いし、まあ、しかもね頭も使うし、まあ、ただ確かに唯一弱点は、ね、みんなタバコ吸ったり酒飲みながらしかもなんか食べ事するっていうハードの弱点なんですけど、おっしゃった健康麻雀だったら全部いいとこ取りですよね。そうですね、そうですね、そこに例えば体操とかね、間に加えながら体動かしながら頭も使うみたいなのをね、プログラムと休養とはすごくいいなっていう。ね、ありがとうございます。とてもね、お正月を含む1ヶ月で考えてるのが見事ないなというふうに思うんですけれども、小島さんね、これ、次の2カ月ともぜひ、そうですね、ぜひ、学生さんとつながるきっかけの一つにね、これがなってくれるといいかな。またそこから先ほどの、介護予防の部分での、プログラムだとかにこう広がっていくといいかなっていうふうにちょっと今聞いてて感じました。ね、はい、すごくいいですよね。そういうのはね、本当にいいタイミングだと思うんですけども、あ、横山さんは今これから戦おうとされているところですよね。ちょっと横山さんにですね、もしよろしく一言なんか感想を聞いて、ナースの家のね、やっぱり代表として今の若者たちの発表を聞いてどうだったかっていうところですね、ちょっと感想していただければと思います。いや、力強い発表でした、ね、ありがとうございますいや、麻雀かと思って、やっぱり私女性だし、男性が本当にね、なかなか参加してくれないっていうのは、うん、もうしみじみ感じていて、そこをどうしたらいい、どうしたらいいっていつも思ってたんですよなので、はい、あ、そうかそうか、麻雀ねっていうふうに思いましたし、そこでね、男性の方が一緒に参加してくれたら、より嬉しいなと思うと、はい、あとはその体操とかは、ちょっと私そこの部分は体操一緒にやったりとかね、一緒にコラボする姿がこう想像できたかなというふうに思っています。私麻雀わかんないから教えてください。あ、もうこうバーッと話してくれいや、もう一回言われます。私もですね、二三回はやったことあるんですけど、奥深いですよ。なんか多分ハマるとすごい面白いですね。そうですね。そう。うん、もうあいつは何狙ってなみたいなのを考えるのがすごい楽しくて、なんで、まあ男が楽しいものをやれば男が集まるかなみたいな感じだったんで、そうですね。でも女性にも
どんどん分かりやすくルールを伝えていけたらと思ってますので、でゼミの女の子とかにも、多分ルール知らないと思うので、ルールを教えて、みんなで遊べたらな、みたいな、そんな感じ気持ちで描いております。はい、ぜひ、それをきっかけに、縦のつながりをね、一緒に作っていけたらなというふうに思いました。はい、はい、ありがとうございますね。すごく心強いね、言葉をさせていただいて、そういう意味ではナイスの家としてもね、ちょうどなんていうか、今まで少し欠けてたものが、ね、学生さんとの連携でね、広がっていくっていう、そんな感じですよね。そうですね、また新たな、ね、はい、出会いがあり、出会いがね、はい、つながりができそうだということで、そうですね、すごくそうですね。はい、じゃあ最後にですね、田中ゆき議員、このずっとね、我々の介護ハッカーソン、アイダーソンをね、応援し続けてくださって、いよいよあれですね、田中議員の地元の青葉区でもこういう取り組みが始まったということで、感無量じゃないかと思うんですけども。ね、本当にね、私、感無量なんですよ。それこそ、このナース仲間の横山さんが、このナースの家をすすきのに作って、そして今度、私の母校で、しかも皆さんの保健室 の、 おばさんしてましたね、その生徒さんたちがこうやって頑張って地元の地で開拓をしてくれる、こうそれこそね、もうね、大作戦だったな、だなっていうのがもう見えてくるプレゼンもしてくれて、私ワクワクしてます。ちょっと喋りすぎちゃうんですけど、麻雀のこといいですか？今日ね、実は私一軒ある家を訪問したんです、青学内の。そしたらご主人が介護、要介護になっちゃってっていう、クライム相談から始まったら、ちょっとうち上がってってくれないって言われて、ちょっと玄関先入って、お部屋に入ったら、オートでできる麻雀台ってあるんですね。あ、そうですね。そう、ご夫婦2人暮らしで、なんとかご主人を、要介護状態から元気づけようと思いついた奥様が、その、すごい、なんていうのかな、ハイテクな麻雀台を、だってこれ見て、今やってたの実は途中だったのっていう中で、麻雀の良さを語ってました。やっぱり勝ちたいっていう気持ちが出るとか、とてもね、ご主人がそれで元気になってなるのよみたいな話をちょうど聞いて、これ麻雀の話。で、もう一つ私びっくりしたのが VR を取り入れるっていうところで、私今年実は横浜市会 の、 特別委員会で、健康づくりスポーツ推進委員会で、私本当に VR をやれる場所をちゃんと行政でも考えて、これから見ての行くべきだっていう話をした時に取り入れるようなこう前向きなお話があったところでの、この VR を取り入れるっていうところが本当にね、ぴったり来ちゃって本当に感動しましたし、ワクワクしました。そういう意味では本当そうですよね。VR もそういう意味ではこういう地域に根ざして、こそ地域の人たちと一緒にやってこそ生きますよね。そう、本当にそう思います。その媒介にね、やっぱ学生さんたちが若い方々がなっていただけると本当素晴らしいなっていうふうにね、思いますので、ぜひ大学議員も16日本番ですね、視聴者という意味で、5時からトップバッターでですね、問いかけにさせていただくと思いますので、はい、ぜひですね、今日も素晴らしかったんですけど、なんかすごい活性すぎですよね。いやー、頑張っただけですよ、ね。すごい切実いいなと思って、すごい当日も期待してますけども、いよいよですね、この番組も結構ですね、遅れて始まった割には結構いい感じで盛り上がった。いよいよ締めに向かおうと思ってるんですけども、実はですね、これ我々でこの明日を、要は開く横浜会ですけど、毎回やっていく中でですね、だんだんルールを作ってきてですね、これやっぱり今回の横浜市の中期計画が仲間を増やすっていうのがコンセプトなんですね。これまで大体まあ行政がこれやります、あげますって言ったのを、それならみんなで一緒にやっていこう、まさにみんなで共に作っていこう、その時に仲間を増やす、私たちはみんな仲間を増やすっていうことをやっぱり中継一番歌ってるんですけども、でこの会議はまさにその中継画をみんなで作っていこう、みんなで広げていこうっていう会議なんで、最後にですね、若い方から仲間になろうと締めの言葉を言っていただいてですね、みんなでおおとか言ってですね、終わりにするというのがですね、我々のルールです。皆さん今日ちょっと集まっていただいて、ちょっとね、せっかくなんでこちらでみんなで仲間になろうみたいな。福島さんも
小島さんもどうぞ入ってください、入ってください。でも、どなたかに写真を撮ってるしか大丈夫ですけど、ぜひぜひ。じゃあ、失礼します。いきます。はい、みんなで仲間になろう。いや、すごいですね。ありがとうございました。でも、ありがとうございました。じゃあ今日は皆さん、明日の約横浜会議、ね、お互い浜の番組でもありますけども、聞いていただきましてありがとうございました。じゃあ今日はこれで、皆さんとお別れしたいと思います。8日もですね、実は、また番組ありますんで、あさってですけども、またあさってのですね、内容について明日、皆さんに報告したいと思う自転車操業ですけども、こういうですね、リレー形式でいろんな方々といろんな地域で対話をやりながらですね、本当に我々のみんなで作っていく地域計画をですね、広げていきたいなというふうに思ってますんで、よろしくお願いします。じゃあ今日はどうも皆さんありがとうございました。ありがとうございます。